日本に戻ってきてから今日が3試合目。パリのソア連勝、浦和レッズは2試合ともに引き分けてというこの ACL 帰り3試合目ということになります。まさに今のプレーなんかは、まあ、判断を変えるっていうところがあれば、まあ、具体的なチャンスになったのかなと思いますね。さあ、ここは宮市がヘッドを落とす。ここに入っていった小池、また中に宮市も行きますが、低いボール、グラウンダー、そして抜けていく、押し込んだ、最後水沼。いや、西村そこ通過、そしてファーから水沼行きました。先制を横浜 F マリノスです。まあ、大里の水沼がしっかり狙って押し込みましたから、まあ、F マリノスのチームのまあ、攻撃の形っていうのが、まあ、しっかり見えた素晴らしい先制点のシーンでしたね。畑中、角田とつないで、ここで宮市、宮市中に入ってクロスを入れる、アンデルソン・ロペス、追加点来ました。画面踏まれます。クロスに合わせましたアンデルソン・ロペス。開始19分で2得点です。このクロスボールの、まあ、スピードと、まあ、コースですよね。まあ、本当にこうセンターバックが対応しづらい速さのあるボールを入れましたし、あとはアンデルソン・ロペスの、まあ、センターバックと、まあ、サイドバックの間にポジションを取る、そういったこうポジショニングのうまさっていうのが、まあ、ダイレクトでプレーするっていう判断をやめてますから、まあ、ああいったところのプレーのこう変更ができるっていうところも、まあ、今のチーム状態の良さっていうのは感じますよね。おアンデルソン・ロペスから宮市だ。中に小池も入っている。宮市狙った、巻いていってゴール。見事なゴールです。開始30分で3点目入りました。横浜生まれ出す。そして宮市に得点が生まれました。本当にこう限られた、まあ、空間にあのしっかり技術を高く持った形で流し込みましたから、まあ、ここしかないっていうところにしっかり流し込みましたよね。すごいコースでしたね。フィールドプレイヤーは知念、宮本、モーベルグ、そして岩尾、大久保、松尾と入っています。岩波、そして裏のスペースへこうユンカー走らせる。ユンカー行く、ユンカー持ち出してシュートだ。来た。後半立ち上がり早々1点を返します。浦和レッズです。っていうのはまあ、きっとユンカ自身も感じていると思いますから、まあ、ただこの抜け出しの、まあ、体の作り方っていうのは前にユンカらしさはありましたから。さあ、水沼から早いタイミング入れていきますが、岩波跳ね返す。このセカンドボール渡辺さらに来たというところですけれども、ここは平野のファールでフリーキックです。早いリスタートを見せている渡辺からこの水沼へ。水沼中、おお、直接行ったかよ。かき出した西川、ゴールの方向へ行きましたが西川かき出しました。さあ、そして小泉から一度岩波に下げてもらいに行った岩尾。岩尾から縦へのボール、松尾、そして流れてユンカーだ。ユンカー落ち着いて決めた。旗は上がりません。ゴールイン。1点差、詰め寄ります。浦和レッズです。収めましたから、まあ、ここでしっかりコントロールして、まあ、ツータッチ目ではしっかりこう、まあ、ゴールの位置、そしてゴールキーパーの位置見ながら、まあ、しっかりコースをついて流し込みましたから、タッチ終わっています。ホームサポーターの手拍子。抜けた、大久保抜ける、大久保まだ行く、大久保行ってシュートだ。押し込んだ、ハットトリックだ。ユンカー0-3から3-3。ユンカーのハットトリックで追いつきました。ロレッツ、そしてさらに会場を降ります。キャスパーユンカーです。位置まで持ち運びましたから、まあ、あとは最後フィニッシュだと思いますけど、そのコースに対してユンカーがしかもコースを変えましたから、まあ、取るべき人が取ったっていうところでも、まあ、この同点ゴールって非常に価値ありますよね。ユンカー、さあ面白いボールだ、うん、これはゴールキックになります。ちらっと時計を見た荒木主審、ここで長い笛。前半30分でよか。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications